こんにちは。バンコクに在住している万歳応援のチャンネルをご視聴ありがとうございます。土日以外は毎日公開しているこのチャンネル、今回の動画は一頃全く誰もいなくなりバタバタとお店が閉まってしまったバンコクのアラブ人街スクムビット通りのソイ・サン・タップヌンは、比較的近い日本人街や韓国人街などと同じくバンコクの外国人街の一つです。歩いてみるとこの辺りは特に異国情緒を強く感じる場所なのですが、このところ次第に人が戻ってきていて、長い間閉めていたお店もほとんど再開していました。友人と一緒のインドカレー、いつもと違うものもいただけて、コロナ前に戻りつつある街の様子と美味しい食事を味わって少し嬉しくなりました。それでは始めます。はい、皆さんこんにちは、万歳応援でございます。今日は8月15日、時間は夕方の5時45分です。今日はですね、ここ、この前がそのそこが、7の交差点、で今万歳応援が来たのはここです。ここはね、あのスクンビットソイさんのスラッシュ1スクンビットソイサンパップンに来ています。ここはですね、アラブ街でね、この7のこのエリアでも、まあ、あの異様なね、雰囲気、タイ人もいないし白人もいないというね、アラブ人がたくさんいる場所だというね、インドなんだかパキスタンなんだか、そこら辺のどこの国の人たちが来てるのか全然よくわからないというんだけどね、来ています。なんかこの前来たよりちょっとね、人が少ないっていうかね、まあ月曜日のね夕方ということで、いつもはもっとね、あの人が多くなってますよね。あのもうね、タイの人が着てる服と全然違いますしね、女の人見ると一発ですよね、雰囲気が全然違います。これ全部ね、あのお顔はぼかしを入れます。ハラル料理、ここもハラル料理やってるんだけど、これはインドカレーですね。この中からいただいてみたいと思いますね。ケバブ屋さんです。アルハスさんからスクンビットソイさんの方ちょっと歩いてみます。今時間はやがて6時ですね。6時7分前、時間は6時7分前です。正面に見えるねお店もインド料理屋さんだと思うんですけど、この辺りはね結構ね高いんですよね、インドカレーなんかね。あのアルハッサンは割とね安い方だと思います。これがスクンビット通りのソイさんです。そのまままっすぐ行くとねソイ4、いわゆるねあのナイトライフのあの7プラザがあるところですね。でこっち側の道をずっとねこれ一方通行で向こう行けませんが、一旦あの右側にね在体日本大使館の大使公邸があります。もうこの辺はね異様な雰囲気のあるところですね。
じゃあお店の方に戻ります。おしゃべりしてるのはあれはね、タイ語じゃないですよね。あそこもケバブのお店だ。ちょっとまだ雨降らないけどお腹が空いてきました。インドカレー食べたいです。あ、この氷の下もね、スズキがいっぱい入ってますね。気がつきませんでした。でこっちは鈴木系かな。この辺りで一番ね、あの大きなレストランですね。前はあの何店もレストランがあったなという感じですけど、ここはねコロナでねもう全部ねお店閉めてってもう頑張ってやってました。このお店ね、アルハッサンというお店です。ジャンゴちゃん。